沖縄が竹の中にかぐや姫を見つけていました。私が毎朝毎晩、見る竹の中にいらっしゃるので分かりました。その続きです。子に自分の子供にしたいってこと言うんだよね。子になりたまう べき人なめりとってこれにしましょう。結構ここは濃いね。子になりたまう、まずなりは、助動詞になるあるけど、普通になる、動詞になるでいいです。ならずなので普通に子供になるとかそういうやつね。ら行の余談活用動詞なるの連用形、もうたまうが動詞だから用言だね。動詞は用言だから、それだから用言、連用形ってことも分かります。でたまうが重要語で、尊敬の、たまう。でこれさ、後ろの上の動詞にくっついてるよね。そういう上の動詞を助ける動詞をこの補助動詞と言います。この動詞に敬意を加える、尊敬の補助動詞、先に活用、たまわずだからたまは行で余談、でたまうで、べきは終止形接続詞なので、終止形。あ、そうそう、歌で確認してね。べきは終止形につながる助動詞だったよね。で、終止形。で、大事なのは尊敬の補助動詞ってこと。で、この敬意の表を、方向はさっきのこっちと同じだね。竹取大きいのからこの三寸ばかりなる人ってことです。でべきが、べきが大変だね。水行の助動詞だけど、どの意味かね。このノートで見るとなんかそうだね、先生によっては頭文字で水か透明てなんて、そんな頃で覚えたりするらしいね。でここはまあどれが頭か一生懸命考えてね、よりいい技もそんなないんで、ここでは当然義務、予定、当然にしとこうか、何々するはずだって意味、当然の助動詞、義務の助動詞、まあここにね、推量の助動詞とか書いても通るって言えば通る、まあでも当然って言葉はしときたいな。当然の助動詞、べし、助動詞って言葉忘れちゃって、当然の助動詞助動というね、べしの先に活用を済ましちゃおう。人体言の上なので連体形で、その都度活用を確認するのはやっておきましょう。はい、一般化して推量にしとくね。でべしでね、あれだよ、四句活用の形容詞の活用を考えると時と一緒で、先に空から空くかりつけちゃって、空から空かりで、死のところがいいのか、しきかるけれで、確か命令形はなかったんだよな、ないよね、そうそう。でべつけて、べくべから、べくべかり、べし、べき、べかる、べけれ、こういう活用になります。でべきなので、確かにこう連体形でいいよね。で無理にでもこれ尊敬語があったら尊敬っぽく訳さなきゃいけないんだよ。自分のことってことで、私の子に、これ訳も書いてあるか、私の子に、で、なり、で、尊敬無理にでも入れたいから、多少日本語は不自然でも、おなりなさる、おなりになるっていうふうに、無理にでもね、ちょっと不自然でも、尊敬語、子が尊敬語気づいてますよってことをアピールするために、こう訳さなきゃいけません。いけない。こう訳さなければいけません。私の子におなりになる、でべしは、べしは当然なので、おなりになるはずの人なめりと言って、とてはと言ってね、と言って、でこのなめりが厄介だね。なめり、
NATO メリと和解で分かれるのはいいでしょう。でメリが何かというと尊敬の女同士の歌を頼って、こっちの2番のがねなりめりなりめりらしちょっとごめんこの前の歌と合わせなきゃいけないんでなりめりらしべしマジラン終止形接続形ってことねらへんの時にはレンタイ系上がらへん型の活用する動詞助動詞の時には連帯形その連帯形につながるということです。まあ、簡単に言うと、るとか、うだんの音につながるということなんだけど、で、これはだから、まず、それでメリが助動詞と分かって、助動詞と分かって、メリは推定の助動詞。推定の助動詞。メリの、まあ、文末だし、丸の上、終止形ということでいいでしょう。終止形。で、なは何かの助動詞の、まあ、終止形か連帯形、まだわかんないね。で、こっちのなから、人が体現なんで、こっち、一番の最後だった、助動詞の歌の、なりたりごとし連帯形、連帯形、体現って、こう、合いの手が入ったね。上が体現の時もこれ使うので、このなは、このなる、なり、断定の助動詞、なりのことと分かります。で、なりで、これが、なりは、あったはず。ラリリルレレと、ら辺型の活用をするので、メリは、終止形接続ですが、その前の言葉がら辺型活用する動詞の連帯形につながるので、体現ね、もともとこれの名はなるだったってこと。もともとなるめり。これが元の形です。で、このなるめりが発音便。なんめりになって、発音便の発って字を忘れちゃった。大丈夫か。で、このんが無表記。書かなくなってなめりとなりました。まあ、断定と推定のことをうまくやれば、なる人のようである。このような訳でいいでしょう。このなめりで辞書を見ればこう載ってますが、こういう解釈とかも自分でできるようにしておいてください。